ご注目ください。ケーブルリーグですね、基本的にはずっとタイファイバーにテンションを張って、コントロールしているという方式なんですけれども、今日はどうなんですか。戻ってくると自動的に巻き込みますけれども、実はいろんな工夫が、千葉工大さんが、使ってきた技術が入っていまして、例えば今登っている最中にこうガタガタッと滑り落ちたとすると、そういった時に直接で光ファイバーがリールのこのドラムを回しているとプツンと切れてしまうと、でそういったことがないように間に一回こうバネの、干渉機構を設けて直接はドラムにドラムを、巻いたりつながったりしない、一旦干渉機構を介してドラムが自動的に、送り出したり巻き込んだりすると、そういった非常によくできた工夫が取り入れられています。今回このテーブルティール、1キロ巻くにあたってウィンスの時と比べてケーブルの径も太くなっていて1キロ巻くというのでリールの容量がものすごく大きくなっているんですね。でその容量の多いリールにきちんと巻くというところで綺麗に整列してテーブルを巻けるように下にガイドを新しく増やしまして、リール回転とともに偏って巻かれないようというようなそんな機構もついております。そのリールを巻くモーターで、整列